はい、ハッピーです。長崎駅にやってきました。新幹線工事竹縄でね、非常にね、駅舎からホームまで遠いので要注意です。はい、ホームに上がってみました。はい、高架になった長崎駅です。キハ66、67系気動車が、います。快速シーサイドライナーですかね。まもなく発車のようですね。エンジン音がゴンゴンと響いてますね。はい、高架でコンクリートなだけに余計にコンクリート音が響きます。あ、415系の方ね、なぜかねライトがつきました。点検ですかね、まあ、サービスではなかったようですね。はい、走行しているうちに、快速シーサイドライナーキハ66、67系が発車いたします。はい、まもなく発車です。エンジン音が少しこう高まっている感じですね。発車していきます。はい、優しくて力持ち、YC1 ですかね、こちらの方がいます。でフルカラー LED のね、行き先表示が新しいですね。はい、左側こちらね、416がありますね。はい、常磐線などで活躍していた車両ですね。なんか常磐線みたいな気がします。まあ、色がね、少し違うんですね。しかしこれ何かね、特殊なね、漂白剤でも使ったんですかね。側面の帯がね、ボロボロになっていて非常に痛々しい、かわいそうです。はい、ご視聴ありがとうございました。